たくさんの声援の中で本当に惜しい試合となってしまったんですけど、また切り替えて明日今日の皆さんの声援に応えたいなと思います。毎シーズン感じるんですけど、やっぱり青い T シャツを今日は皆さん着てくださって、はい、で岡山コールも非常に力強いホームゲームならではのパワーをもらっています。昨シーズンは出場機会がなかったので、まあ、今年はもう一度挑戦するという気持ちで、私自身も、まあ、ちょっと気持ちは新人と同じぐらいの気持ち で、はい、でプレーはベテランらしく引っ張っていけたらなと思っております。今日はありがとうございました。今日の反省をしっかり生かして、明日は必ず、勝利を皆さんの前で、一緒に喜びたいなと思います。今日はありがとうございました。